落ち着いてください、リリさん。俺、引き金引きたくないですよ、リリさんに。あ、ちょっとリリさん、人がいる。ちょっと、えリリさん、ちょっと待って。二人とも。ちょっと待って、言葉が出ない。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ゆりお願いします。はい。今日、あの、マッシュの花さんいないんですか？今日、マッシュの花さんいないんですよ。すいません。悔しいな。うちの子、まずと、うちで働く予定が。はい、洗車した？市内の働く予定が何ですか？テニスコート側。まだちょっと詳しく決まってなくて、あ、本人の気持ち待ちというか。そうなんですね。うん、ちょっと殴ります。おお、ちょ、危ない。ちょ、落ち着いてください、リリさん。俺、引き金引きたくないですよ、リリさんに。ごめんなさい。ああ、よかった。そっちじゃなかった。ごめん、ちょっとまだ。ちょっと、リリさん。ちょっと、ごめんなさい。本当にごめんなさい。大丈夫。ちょっと待って。暴行罪です。違う。暴行罪です、これ。西野さん、証言頼めます、これ。宝石店側いる。ちょっと。ね、これ、警察に連絡して事故って言ってください。誰でもいいんで。校庭に連絡して事故って言ってください。あ、多分気づいてるかな。多分大丈夫。連絡しなくて多分大丈夫。本当にごめん。そっちに行くと思わなかった。あの、やったな。本当にごめん。本当は狙ってたんですよね。狙ってない。本当に。だって今、本当に遠くからやったのに。スパナ怖いんだよ。かなりスパナゴールのこと狙ってたんですね。東側に行ってる。寄り添ったか、ごめん。全然大丈夫ですよ。ごめんね。全然大丈夫です。ちょっとごめんね。ちょっと今後の見方は変わると思いますけど、全然大丈夫です。本当にごめん。本当にごめんなさい。大丈夫です。あ、じゃあリリさん、提案があります。はい、何ですか？マッシュにしませんか？私が？はい。公然わいせつカットみたいなやつ。何言ってるんですか？これマッシュヘアですよ、普通の。マッシュ。で、公然わいせつヘアだよね。違いますよ、あの、普通のおしゃれヘアです。おしゃれになっちゃう。そうだ。マッシュで手打ちますわ、これじゃあ。マッシュで手打つってこと？あの、今の。私もその髪型にした。ずっと？永遠に？いや、一日。初めて同期が逃走中。はい。見よう。一日。ここで行きます。西野どうするべきだと思う。一日私公然わいせつ。何言ってるんですか。あれ見たことない？映画。映画？マッシュ。映画、あの映画見たことない？なんだっけ、デトロ。デトビタのヒューマン。じゃなくて。あのデトロメタ、デトロとデトロイトメタルシティっていう映画じゃない？日本の。今見ましたって。あ、でももしリリさんが、あ、この髪型嫌だったら、うん、代わりに西野さんがマシでも大丈夫で。あ、それがいいかも。いや、私こう嫌いじゃないですか。マルケ、あ、すいません、あの殴り殺されました。ごめんなさい、マシ。対処できる人います。すいません、私のせいです、本当に。ああ、まあまあ、メカニック関連のことだと思うから、気をつけてもらって。はい。ああ。でも、ここにいるとやばい。え？心が穏やかになってしまう。寝てしまう。いい音楽すぎる。また、撮りに来ますね。なんだこの、いい音楽は。猫番号は落ち着くんですよね。寝ちゃう。ほんと寝ちゃうやん。あの通りだな。あ、今、犯人。ここだよな。はい、待ってます。君の、ありがとうございます。あれ、どこ行った？あ、これ多分散髪しに行ってるな。散髪？あ、いや、俺を騙させたみそぎとしてマッシュヘアにしてくれってお願いしたんですよ。そんな、でもそれ多分マッシュヘアにしてるっすね、多分今。新しい店、よくわかんないけどメンバー限定の飲食店とかもあるんだろ。あー、和食料理あったっすね。行ったことあるのか？あ、一回だけ行きましたね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今。すいません。今病院に迎えに来てるんですけど、ワンダさんに同行法切られちゃってるマルーンさん迎えに来たら。え、あの、一応 BMC で待ってます。あれすれ違い？はい。あの、でも、散髪しに行ってるわけじゃなかったんですね。散髪して誠意見せようと思って来たら、ワンダさんに追いかけられてるんですけど、どうしたらいいですか？あ、じゃあ BMC まで来てくれたら、あの、説明できるんで。
あ、BSMC まで来てくれたら説明できるってマルンさんが言ってるんですけど、あ、まあ、でもマルンさんがそれちょっと見逃してあげてくださいって言ってましたって言ったら多分見逃してくれます。マルンさんがそれ見逃してくださいって言ってくださいって言ってくれてますけど、どうしたらいいですか。あ、和田さん、それちょっと僕助けるためだったんで許してあげてください、うん、じゃあ一緒に行きます。じゃあ、はい、分かりました。はいはい、はい、いや、お待ちしてます。はい、すいません。はい、了解です。大丈夫そうか。あの、多分リリーさんが迎えに来てくれてすれ違ってたみたいです。なるほど。はい、それにしてもすごいな。お、来てくれた。あれ、え、リリーさん、え、リリーさん、ちょっと待って、誰とも、ちょっと待って、言葉が出ない。え、だから反省を見せようと思ってこの髪型にして病院行ったらバンタさんに捕まりました。すいません。どこを切られました。いや、まだ切られてないんですけど、はい、こっちに一緒に来てたらなんかいなくなっちゃいました。わかりました。なんか俺が悪いことした。すいません。いや、大丈夫です。直してくれたんですよね。はい、直しました。よかったです。はい、すいません。許してやってやれよ、マルン君。さすがに今許します。こんな、ちょっとこう、重すぎる。酷だよ、酷。本当に重すぎる。あの、マジロさんのも直してあげたら一緒に。女性にとって、髪は命って聞いたぞ。もう一回散髪で行きましょう。ああ、こんな。和田さん、すいません。ちょっとこれ、いろいろあって。すいません。はい、同行法と関係あるってことですか、それは。今、関係は僕を救うために、うん、あの、まあ、なるべく。さんを救うために彼女たちは急いで180キロぐらいを出して行かなければならない理由があったと。まあ、僕の命を。それあれば法も。まあ、そうですね。でも、ワンダさんは法と僕の命どっち取りますか。いや、全然法ですね。あ、違うんですよ。僕も、あの、全然、あの、すいません。あの、一旦聞いてもらっていいですか。僕も全然大ごとにするつもりなくて、あ、すいません、今180キロ出しちゃいましたよね。全然120キロ気をつけますって言ってくれれば、全然、じゃあ、気をつけてねで終わる予定だったんですけど。情報が、はい。なんかどうなんですかこれは。え、逃げたんですかこの二人は。逃げたというか、なんか救急隊のところでそういう話になって電話かかってきて一緒に来てくださいって話になったので、はい、ああ、なるほど。そうそうそう、全然、うん、まあ今回ばっかしは、まあ、まあ警告ぐらいで、あ、そうですそうです、もともと全然そのつもりだったんですけど、なんか、はい、マルーンさんに許してもらおうみたいな話になってるから、すごい不穏な感じになってるんですよね、はい、ああ、なるほど。え、別に本当にもともとはといえば、そのリリーさん、これのことを殴り殺したのが始まりなんですよ。なんか、それは、あの業務的な問題で、あの、スパン、あの、メカニックの、あの、歪み対策のスパナのやつが、マルーさんに吸われちゃって、どっちも。まあ、2発っすね。1発じゃなくて2発っすね。ああ、そういうことね。はい。あれあれで。うん。そしたら、まあ、全然、すいません、和田さん。申し訳ないです。すいません。どこほど全然大丈夫で、全然あの注意しただけなんで。ああ、よかった。すいません、ワンダさん、付き合わせしまって。すいませんでした。本当にお手数が消しちゃって申し訳ない。修理お待ちしてます。うん。ニノは便乗しただけ。一応あの、真白さんの車を直してあげてほしくてですね。はい、かしこまりました。はい。拭きます、拭きます。じゃあ直します。全然なってない。ちょっといや、ちょっとこれ PM ピカピカにします。ピカピカにします。これ大丈夫ですか PMC の今後。ハゲ、ハゲ二人が、ハゲ二人がにします。まずいってこれ、ちょっとこれまずいな。これは今日の制服です。やめましょう、本当にそれは。そうですね、多分客が、客がいなくなっちゃいます。はい、やっぱ可愛いを売りにしてます。てるんで、はい、ちょっとまずすぎる。制服だったんですけども、ちょっとマルンさんに対してみそぎの気持ちで。嫌、はい、すぎるこれ。違う、俺はここまでしろとは言ってないです。ここまでは。誠意見せないとやっぱり。そうなんですよ。あの髪型にしろって言われたんですけど、あの髪型なくって。ちょっと。あれに一番近い、ね、あれに一番近い髪型だったらこれしかなくて、一番遠い、一番遠い、一番近いのはこの髪型しかなかったんです。後頭部しか合ってないです、一回。同じぐらいしか。初回サービスとか。そうです、ピカピカ初回大サイダー、大サービスってことで、はい、大回転です。はい、はい、ありがとうございます。ごひいきに、ごひいきにお願いします。ありがとう。はい、こ
マシロさんもありがとうございました。ありがとうございます。ナイスピカピカ。ナイス。ナイスピカピカです。NP、NP。NP、NP。NP。マルさんもすいません。ありがとうございました。とりあえず、一回散髪屋行きますか。散髪屋。さすがに。え？いや、大丈夫です。はい。全然そんな気になっていただかなくて。うん、全然大丈夫です。わかりました。ぜひともこの後散髪屋に行っていただいて。あ、はい。すいません。もう大丈夫。私たちみそぎもこれ大丈夫ですか？もう本当にやりすぎですね。やりすぎ、やりすぎ。やりすぎですね。いや、本当にすいませんでした。本当にありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。例えばこれ、修理代は？いいですよ、本当に。あ、そうですよね。すいません。はい。すいません、ありがとうございました。ポーズはやばいで。